皆さんこんにちは、今回はですね、なんとかなり珍しいものを知り合いから借りました。そうですね、これから紹介するものはもう確実に僕と同じ年代の方は知らないと思います。そうですね、40代とか50代ぐらいの方は知ってるでしょうね。はい、それはこちらでございます。じゃん。はい、どうですかこれ。実際にね、持ってたとか使ってたっていう方何人かいらっしゃることでしょう。一方ね、僕と同じ年代の方はなんぞこれってね、なってることでしょう。まあ、実際の僕もね、知りませんでしたから。はい、こちらはですね、 MGC が販売していたシューター1というモデルガン用のターゲットでございます。ねえ、モデルガン用のターゲットってどういうことやねんって思うことでしょう。ねえ、だってモデルガンって弾出ないんですから。で、どういうターゲットなのかと言いますと、ですね、詳しく専門的なことは分かんないんですけども、まあ、モデルガンね、火薬入れてバーンって発火させます。で、その火薬が発火した時にどうもちょっと微妙に赤外線が出るみたいなんですよ。で、その赤外線をここで感知してこうカタカタカタってそれが動くんですね。まあ要はですね、赤外線を感知するターゲットなんですよ。では試しに赤外線を当ててみたいと思います。で、この携帯の赤外線こうやって当てると、ほら、という感じにですね、こうカタカタカタって動くんですよ。で、このカタカタって動きますから、当たった当たってないが分かるというね、そういうターゲットなんですよ。しかしですね、リボルバーのモデルガンならいいんですけども、オートマチックだとどうも反応させるのが難しかったみたいなんですね。で、そこで出てきたデバイスがこちらでございます。こちらですね、 MGC が販売していた、これはレッドポイントという赤外線デバイスです。赤外線発するデバイスですね。こんな感じでモデルガンのガバメントにつけまして、で、引き金引いたらそれに連動してここについている赤外線ストロボがピカピカって光って、で、シューター1を反応させるという、そういうデバイスですね。で、実際にこれ使ってシューター1を動かしてみたいところなんですけども、ちょっと壊れちゃいまして、どうも赤外線のストロボをつかなくなっちゃったんですよ。なので残念ながら、これを使って動かしてみようということは今はできません。まあこういうデバイスもあったんですよという紹介でございます。で、再びこちらのシューター1に戻りまして、今はですね、もうエアガン、ガスガンがありますので、例えばスティールチャレンジですとか、そういうのは全部ガスガンでやってますよね。エアガンとか電動ガンとか。ところが昔はですね、そんなものありませんでしたので、このシューター1を使って、シューティングマッチをやっていたみたいです。ですので、今もジャパンスティールチャレンジですとか、あとはジャパンビアンキカップね、やってますけども、元をたどっていくとこのシューター1でやってたみたいです。で、これのね、持ち主の方から当時の映像資料を見せていただいたりですとか、いろいろしたんですけども、外でやってたんですよ。どこって言ってたかな、原宿って言ってたかな、まあ都心の方の広場でやってたみたいなんですけども、外でやるとどうも太陽光にこれが反応しちゃってうまく動いてくれないみたいなんですね。ここでこういう入ってくる光の量を抑えるスペーサーみたいなものを作ってですね、ここにポコンとはめ込んで、ね、こんな感じで穴を小さくして太陽光が入ってくるのを防いでたみたいです。というわけでですね、実際にモデルガンを撃ってこのシューター1を動かしてみたいと思います。ちゃんと反応してくれるかな、ちょっとドキドキですけどもね、試してみたいと思います。はい、という感じでございました。昔はね、これとモデルガンを使ってシューティングマッチをやっていたみたいですけども、楽しそうですよね。ね、 BB 弾を飛ばして的に当てるっていうのとはまた違った楽しさがありそうですよね。モデルガンだったら、だってマガジンにね、カートリッジを込めて、で、最後のアンロードの時もね、ちゃんとスライドがシャーって引いてポーンと廃墟させてっていうことできますからね。こう本当に弾が飛ばないだけで実銃と全く同じことできますよね、モデルガンなら。いいなぁ、楽しそうだよなぁ。当時はね、
こうメーカーの MGC が主催していろいろやったりしてたこともあるみたいですけども、いいですよねそういうメーカー主催でシューティングマッチっていうのも。はい、というわけで今回はですねこちらの MGC のシューター1の紹介でございました。まあ正直ですね全然詳しくないので魅力を伝えきれてないと思いますけども、まあこういうものがあってこれを使って昔はシューティングマッチをやっていたんだよということをですね知っていただければいいのかなというふうに思います。実はですねこれに使うタイマーも一緒にお借りしておりますので、次回また紹介したいと思います。それではじゃあねー。